こんにちは、獣医師の稲垣です。今日はですね、ワンちゃんの混合ワクチンについてお話ししていきたいと思います。今日もですね、スタッフのワンちゃんのパンチさんが病院にね、遊びに来てくれたので、怪我も邪魔じゃなんですけど、パンチさん、ちょっと顔周り切ってもらったんだよね。目の周りね、そう、目の周りをね、切りに来てくれました。そんなパンチさんと今日は一緒にね、また混合ワクチンについてお話ししていきたいと思います。今日はですね、ワクチンの種類や何種のワクチンを打てばいいのか、何歳から打てばいいのか、何年に一度打てばいいのか、高齢になったらワクチンはどうしたらいいのかなどについてね、お話ししていきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ワンちゃんのワクチンの種類は一般的に5種と6種、8種、10種とあります。その他にも病院によって扱っている種類が違うので、これ以外のワクチンを打っている方もいらっしゃるかもしれません。基本的にはですね、コアワクチンって言われる致死性が高いウイルス、犬パルボウイルス、犬ジステンバーウイルス、犬アデノウイルスっていう3つのウイルスに関するワクチンは5種や6種でも含まれています。で、犬アデノウイルスっていうのは、犬伝染性肝炎とか犬伝染性喉頭気管支炎っていうものを予防できるので、これを2種類と数えて4種類っていう計算です。で、ここに犬パラインフルエンザウイルスっていうケンネルコフの原因になるウイルスのワクチンを含めたものが5種のワクチンになり、さらにこの5種に犬コロナウイルスって呼ばれる子犬さんに下痢や嘔吐などの消化器症状を引き起こすウイルスのワクチンを含めたものが6種になります。さらにですね、8種10種ってなってくると、この6種のワクチンにレプトスピラ感染症っていう人獣共通感染症の予防を含めたワクチンになるんですが、8種と10種の違いはですね、レプトスピラの血清型の種類の多さの違いになってきます。うん、寝てていいよ、かわいいかわいい、寝ちゃった、いいよ寝てて、ごめんね。レプトスピラはですね、インフルエンザみたいに A 型、C 型みたいにですね、多くの血清型があります。その中の2種類を予防したのが8種、4種類の血清型を予防しているのが10種になります。レプトスピラに関してはですね、別の動画でまとめていますので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、そちらの動画をご覧いただければ幸いです。ワクチンの種類に関しては病院によって扱っている混合ワクチンの種類が違います。かかりつけの先生に確認してみてください。それではですね、何種のワクチンを打てばいいでしょうかっていう質問をよくいただきます。基本的にはですね、その子の生活スタイルや感染のリスクに応じて種類を選んでいきます。大きく違いが分かれるのは、レプトスピラという人獣共通感染症を予防するかしないかです。レプトスピラはですね、基本的にはネズミのおしっこで媒介するっていうふうに言われていて、九州や西日本での発生が多いと考えられていたんですけれども、現在では静岡や神奈川県でも発生が見られるようになってきました。多くはですね、アウトドアでパンチ丸出しだ多くはですね、アウトドアで森や川などに行かれる方では感染のリスクが高まりますし、またいろんな地域からワンちゃんが集まってくるような大きなドッグランやペットホテルなど、利用される方は8種以上のワクチンを接種された方がいいかと思います。レプトスピラの発生のない地域でお散歩やお出かけも近くだけといった感染のリスクが少ない環境に住むワンちゃんだと、5種や6種でも問題ないかもしれません。ワンちゃんがですね、混合ワクチンを打つ年齢なんですが、子犬さんの場合ですね、お母さん犬の初乳からもらった免疫が薄れてくる、生後2ヶ月頃に1回目の、コアワクチンを接種する時期になります。その後ですね、1回目の接種から3、4週間後、約1ヶ月後に2回目、さらに3、4週間後に3回目の接種になります。で、その後はですね、年に1度もしくは数年に1度のワクチン接種ってなってきます。最近ですね、特に話題になることが多いのは、ワンちゃんの混合ワクチンは本当に毎年接種が必要なのかっていう質問なんですけれども、一応ね、2015年までは毎年接種が基本だったんですけれども、世界小動物獣医師会 WSAVA のガイドラインが2015年に改定されて、アメリカ、ヨーロッパなどではワクチン接種は3年に1度っていうのが主流になってきているようです。で、これどうして3年に1度かって言いますと、
この致死性の高い病気を予防しているコアワクチンですね、先ほど、お話しした、イヌパルボウイルス、ディステンバーウイルス、アデノウイルスのこの3種類のウイルスに関しては比較的その効果が長持ちするっていうことがこう分かってきていて、まあ、3年に1回の接種を推奨しているっていう病院もあります。でもですね、ワクチンの抗体も全てのワンちゃんが3年間持続するというわけではなくて、個体差もありますし、ウイルスの種類によっても抗体が下がってしまうものもあります。例えばですね、この子の場合ですね、これはある子の、ウイルス抗体化の検査結果なんですけれども、この CDV っていうのがディステンバーワクチンで、 CPV っていうのがパルボウイルスですね。で、 CAV がアデノウイルスってなるんですが、この抗体価がですね、まあ、ディステンバーは1280倍以上、パルボウイルスは160倍以上だけど、アデノウイルスに関しては20倍しかないですよってなってるんです。じゃあこれどういう風に見ていくかっていうと、抗体価検査のこれは目安になってるんですけども、基本的にはこの抗体価が20倍以下の場合にはワクチンを接種するか、もしくは感染を避ける生活をした方がいいですよっていうふうに推奨されてます。40倍から80倍あれば発症を予防する能力を保持しているっていうふうに考えられていて、160倍以上だと、まあ、長期間の発症予防の保持が期待できるっていう形で、基本的にはまあ こちらの会社の推奨レベルとしては160倍以上っていう形ですね。なのでこの子の場合は160倍足りてないので、もう一度ワクチンを接種する必要がある、もしくは感染を避けるような生活をする必要があるっていう形になってきます。パルボウイルスとかディステンバーウイルス、ウイルスによって推奨レベルの抗体価っていうのが違ってきます。パルボウイルスだと同じく160倍以上だけれども、ディステンバーウイルスだと640倍以上っていう形になるんですね。で、それを見比べてみてもですね、パルボウイルス160倍あって、ディステンバーウイルスは640倍以上必要なんだけど1280以上あるので、この子の場合はこの2つは OK だけど、アデノウイルスに関しては抗体価が少ないので、アデノウイルスが含まれているワクチンをもう一度打った方がいいっていう形です。これだけ単体のワクチンっていうのがないので、これが含まれている少ない種類のワクチンを打っていくっていう形になりますね。こんな感じで抗体価検査の結果を見ていきます。抗体価検査は基本的に血液検査でわかるものなので、普通に来てもらって抗体価検査してくださいって言えばできるかと思います。その病院によっても抗体価検査の仕方違ったりするので、かかりつけの先生にね相談してみてください。こんな感じでね、抗体価検査をして抗体が下がっていなければ打たないし、下がっていれば打つっていうような対処をされている方もいらっしゃいます。利用施設によってはですね、例えばホテルとかドッグランとかもそうなんですけれども、接種1年以内の証明書の提示を求められることもありますので、事前にねよく行く施設の確認が必要になってくるかと思います。ノンコアワクチンに分類される、イヌコロナウイルスとかパラインフルエンザウイルス、レプトスピラ症などの、ワクチンに関してはコアワクチンほど危険性高くないんですけれども、多頭飼いとかで通常よりも感染のリスクが高かったり、キャンプなどよく旅行に行く場合には毎年ワクチンを接種された方がいいかと思います。ノンコアワクチンに関しては年に1回の接種が推奨です。ワクチンの副作用ですが、ワクチンは一時的に軽い感染状態にして免疫力をつけるので、ワンちゃんによっては元気がなくなったり、食欲が落ちたり、熱が出たりね、顔が腫れたりとか、場合によってはアナフィラキシーショックを起こすことがありえます。ワクチン接種後はですね、必ず様子を見るようにしていただいて、顔が腫れた、ぐったりしている、なんだか元気がない場合には必ず病院に戻ってくるようにお願いしています。そのためですね、ワクチン接種は、必ず午前中の接種をお願いしています。夕方にね接種してしまうと、アレルギーが出た時に病院が閉まっている可能性があるからです。ワクチンを打つ時は、午前中の方がいいかと思います。ワクチンのね副作用、顔が腫れたとかっていうようなことに関しては別の動画がありますので、気になる方は概要欄のリンクから見ていただければと思います。何歳まで打てばいいのっていう質問もよくいただきます。10歳を超えて高齢になってくるとワクチンを打つか悩む飼い主さんも多くいらっしゃいます。
基本的にはね、ご高齢になっていくとともに免疫力も落ちますので、どこか お出かけの際にホテルに預けるなどご予定が今後もあってですね、今までワクチンを打って体調を崩したことがない場合は、元気な場合ですね、ワクチン接種をお勧めしています。持病を持っているだとかワクチン接種でね、具合が悪くなる、そして今後どこにも出かける予定がなくってご自宅で、過ごされる場合には無理に接種を勧めていないことが多いです。多頭飼いであったり他のワンちゃんと接触する機会がある子は、ご高齢でも接種することもあります。不安な時はね、先生と相談して一緒に決めていけたらと思います。かわいいぺったんこ。まとめますと、ワンちゃんのワクチンの種類は5種から10種まであり、それぞれの病院によって扱っているワクチンの種類が違います。何種のワクチンを打てばいいかはその子の生活スタイルによって変わってきます。旅行などでいろいろな場所に出かける子、山や川などキャンプによく行かれる子は8種以上のワクチンがいいかもしれません。住まわれている地域にもよりますけれども、旅行に行かない、お散歩は近所もぐるり、公園にちょっと行くだけっていう方は5種6種でもいいかと思います。地域によってね、予防すべき感染症が変わってきたりするので、かかりつけの先生と相談して決めてくださいね。初回のワクチンは生後2ヶ月で1回目、約1ヶ月後に2回目、そしてその後さらに1ヶ月後に3回目の接種を推奨しています。その後はね、1年に1度のワクチン接種がほとんどなんですけれども、ワクチンを打つと具合が悪くなってしまう場合だったり、少しねワクチン接種が心配という方は、抗体化検査を受けてですね、必要なければ2年や3年に1度の接種でも大丈夫です。ワクチンの副作用としては、ワンちゃんによっては顔が腫れたり、元気がなくなったり、食欲が落ちたり、熱が出たり、場合によってはアナフィラキシーショックを起こすことがあります。ワクチン接種後24時間はよく様子を見てあげてください。こういったことがありますので、ワクチンを接種する場合は午前中をお勧めしています。10歳を超えて高齢になってからのワクチンは、体調と生活環境で打つかどうか判断していきましょう。例えばね、体調に問題がなく元気な子の場合は、多頭飼いで他のワンちゃんと接触がある環境に住む子、旅行などでペットホテルなどを利用する場合には高齢であってもワクチンの接種をお勧めしています。重い持病を持っている場合や、ワクチン接種で具合が悪くなる、そして今後、出かける予定がなくてご自宅で過ごされる場合には無理に接種は勧めていません。その子によってね、いろいろな状態がありますので、かかりつけの先生と相談してワクチンを打つかどうか決めていくといいかと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様、パンチお疲れ、今日もありがとうございました。ふーんって感じだね。パンチパンチー、かわいいの、かわいいの、バナナでー、かわいいね、うっとりしてる。うっとりん、やめてよ。お疲れ様でございました。お、もういいな。パンチー、かわいいねー。パンチー、パンチー。パンチー出勤スタイル。かわいい、もう帰りたいよね。帰りたいね。こっち向かない。パンチー、もう帰れるよ。パンチー、帰れるってよかったね。パンチ、またね。バイバイ。